ほいほい、ヤモリフミですと。今回はですね、大食い動画でございます。いやー、今までいろんなものを大食いしてきました。ケーキだったり、チョコレートだったり、せんべいだったり、ご飯だったりと、いや、本当にいろいろ食べてきたんですけども、まだ食べてないジャンルのものがあるんですよ。あわしゅうけい野菜ジュースドン。そう、飲み物をですね、まだ大食いしてなかったんですよ。まあ、大食いっていうのかわかんないけど。大飲みっていうのこれ。わかんないですけど、今回は飲み物に挑戦していきます。ビリビリビリ。実はですね、私が毎朝飲むので、野菜ジュースはうちに買いだめしてあるんですよ。だからね、さらっとこうやって野菜ジュースの箱が出てくるわけでございます。ね、これ1本あたり 200ml 入ってるそうです。だから、1234。だから、これ全部で 2.4L あります。あれ？これ結構一箱いける気がしません？うん、2リットルちょっとだったらなんかいける気がしてきますよ。皆さん、今回の大食い動画、勝ちですよ。というわけで早速、いただきまーす。サクッ。美味しい。これですね、野菜ジュースなんだけど、フルーツも結構入ってるんですよ。なんか野菜だけの野菜ジュースってちょっとドロッとして飲みづらい感じなんですけど、これはね、果物が入ってるから、そこそこ爽やかで飲みやすいんですよね。うん、普通に美味しい。はい、1本目完飲でーす。まあ1本なんで楽勝ですね。では続いて2本目いっちゃいましょい。2本目完飲。あ、いや、まだまだいきますよ。3本目参ります。やっぱ食べ物と違って飲み物だと結構ね、すんなりとお腹に入っていきますね。うん。だから、楽勝だよ！はい。3本目、いただきました。ちょっとお腹が水っぽくなってきた気がするな。でもまだいける。余力はある。というわけで4本目、いただきます。ああ！ 4本目。簡易です。いやー、まだいけるよ。うん、思ったより限界が来ないな。うん。いつもだったらね、だいたいこのぐらいで、あれ、ちょっときついかもって思うけど、今は、そこそこ余裕。というわけで、5本目いただきまーす。これさ、画角の都合上飲んでる姿があんまカメラ映らないよね、これ。こんぐらい下げて飲んだら大丈夫？はい、5本目完飲。というわけでね、これで1リットル飲みました。ちょっとお腹が変だね。まあ、これひょっとしたらこれ以上飲みすぎるとね、明日お腹を下すかもしれないね。6本目いただきまーす。6本目。簡易です。ほら見てください。この箱の半分を飲みました。ちょっと休ませていただいてよろしいでしょうか。よし、休んだ。休んだ。よし、じゃあ7本目をいただ、待て！離せ！離すんだ！いや、ダメだ。お前これじゃ飲んだら腹壊すぞ！よせ！やめろ！やめろ！いただきまーす。7本目、簡易です。もう、ギブアップしてもいいんじゃないかな？ほら、ここ見て！1日分のビタミン C たっぷりって入ってる！ 1,2,3,4,5,6,7 見て！ 1 週間分飲んじゃったよ！無理。でも、動画の初めに余裕とか言ったじゃん、自分！皆さん、今回の大食い動画、勝ちですよ。勝ちですよ。もうちょっと頑張った方がいい気がする。でもきつい。野菜ジュース飲みのしまーす。もう野菜ジュースはやだ。まあ飲むけどね、まだまだやれるはずだ。さらば俺の腹。この一吸い一吸いが私の体を蝕んでいく。なんて重いんだ。腹が悲鳴を上げている。はい、
8本目飲みました。すいませんでした。ギブアップ。もう無理吐く。もうこれ以上は吐く。はい、というわけで野菜ジュース8本飲みました。栄養過多。